グコンフは GNOME デスクトップ環境における設定情報を管理するツールである。アプリケーション側は主にグコンフライブラリーに含まれる G シャネフシエリオンとを使用して設定情報の読み書きを行うがユーザーがグコンフの設定情報を閲覧、編集できるグコンフエディターと呼ばれるツールも存在する。グコンフの設定情報はデフォルトではホームディレクトリ内にある。 グコンフという各種フォルダ内に XML ファイルとして保存される。ソフトウェア側はグコンフの値の変更を監視できる。ソフトウェア側はまずグコンフクライアントノティファイアド関数によってデータが変更を監視する場所及び変更された場合に実行するコールバック関数を指定する。値が変更されるとグコンフは変更内容をアプリケーション側に通知し、 コールバック関数が実行される。このことは、あるソフトウェアが別のソフトウェアの設定に依存している場合などに有用である。例えばあるソフトウェアのフォント設定がシステムのフォント設定に依存していたとする。システムのフォント設定がグコンフに登録されていれば、システムのフォント設定の変更に応じて、アプリケーション側のフォントを変更する等といったことが簡単に行える。 グコンフが扱うことのできる方は、以下の7つが存在する。整数型、ブーリアン型、文字列型、不動小数、点数型、リスト型、スキーマ型、ペア型。ありがとうございます。